たくさんあったんですけど、中でも今回前面のね紙面を全て使っての大きな特集記事を読んでいただいて、大きく大きく報道していただいてます。新聞って例えばこの上半分とかね、下半分とか、まあ、そういうので記事はよくあるみたいなんですけど、これだけ全面を使って映るかな、使っての記事っていうのはなかなかないらしくて、本当に特別なね、ご好意をいただきました。奈良新聞さんが本当にありがとうございます。南港研究会というくらいなので、まさし月光のこともいろいろ検証はいたしますが、南朝のゆかりの地も実際にその場に行っていろいろお話をお聞きして勉強させていただくっていうことを趣旨としてますので、勉強会の会場が奈良県内のお寺とか神社とかになることがすごく多くて、今までもたびたび奈良県内で催しています。これトップに来てる南光さん、大河ドラマ誘致協議委員会のこの写真、旗持ってる、これは奈良の吉野の如意輪寺ですね。とか全部ね、奈良県内の写真ばっかり使ってもらってるの。これも如意輪寺、この下があの、まあ、皇居があったところで、と、まあ、過去に奈良でやったいくつか、まあ、他にもたくさんあるんですけど、ほとんどが神社、お寺、まあ、それ以外には資料館とかそういうところですることもありますけど、まあ、そんな形で今まで行ってきております。特に私の自身の紹介も記事の中ではあって、日々、まあ、どんな活動をしてきた、あと生い立ち、なんで今のこういう活動につながっていってるのかっていうこととかも書いていただいてる感じです。奈良県内では一番多く取られてる奈良新聞さんですので、非常に多くの方々の目に触れるっていうことと、まあ、特になんといってもやっぱり前面の記事っていうのはね、なかなか他ではよほどのことがないとしていただけないので、本当に特別なご好意をいただきました。奈良新聞の天理様、本当にありがとうございます。取材もねすごく丁寧にしてくださって、お気遣いを多々いただいたことを感謝申し上げます。クリスマスの日に記事にしていただくっていうのも、これもまたね特別な待遇のようでして、今日は朝からたくさんの方々からお祝いのメッセージとか、見たよっていう喜びの声とかたくさんいただいていて、本当にありがたいことです。南光とか言うともうタブーみたいにされてるところとかもあって、歴史学では触れちゃいけないところみたいな領域になってしまってたり、触れてもちょっと違うように書かないと認めてもらえないっていう、このご時世の中でありのままに正しくお伝えいただけたっていうことはすごく嬉しいですし、それをまた多くの方がご覧いただけたっていうことはとてもありがたいなと思っています。今後も引き続き検証活動に勤しんでいきたいと思ってますし、まあ、それこそがもう私がこの世に生まれ落ちてからのもうずっと使命としてやらなければいけないこととして定められているので、そこから逃げるわけにはいかない立場、そのものをやめたいとか言ってやめられるもんじゃないっていうことを子供の時に思い知らされたので、今はそれと向き合って行こうという覚悟が定まっているような状態ですので、検証活動することイコール生きることみたいな感覚でやっ
ています。いつもお支えいただいている研究会の会員の皆様、そして今回とても多くのご配慮ご厚遇をいただきました奈良新聞のあまり様、本当にありがとうございました。これからも検証活動のために頑張ってまいります。ちなみに今なんでこれ着物を着てるかっていうと、今日はお昼から日本舞踊のお稽古、今年の3月に三重県鈴鹿市の椿おかめの社様で奉納させていただく長唄南鼓、それから5月に奈良の平城京で同じく開催させていただく長唄南鼓のお稽古が今日はお昼からあるので着物を着てる感じ。これから出かけてきます。いろんな形の検証の形があると思うんですが、舞踊という形での文化的な発信もこれからしていくことになりますので、今後ともよろしくお願いいたします。